はい、どうも、ジュです。ニュースーパーマリオブラザーズ U パート10にやっていきましょう。さあ、前回の続きからですね。さあ、今回もワールド5ソーダジャングル進めていきたいと思います。さあ、今回はワールド5の3からですね、イバラムシの住む森頑張っていきましょう。さあ、こいつがイバラムシですね。あ、待って、ファイヤーフラワーか。イバラムシなら、アイスの方が強いんだけどな。敵を凍らせられるから。そう、イバラムシはニューマリオ Wii の時にもいましたからね。待て。おぉ、コインが出てきた。待て、これは行って。あ、跳ね返ってきやがった。待て、土管があるけど。ここじゃない。行け。よし、オッケー。一回きりだからあれだわ。ここは、お、来た、アイス。これは強いぞ。もうこれを手に入れたらもう勝ったとしか思えんわ。だってもうこれだけで倒せるからね。いけ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 。よし、オッケー。待て。ここは凍らせてから、オッケー。よし、オッケー。2枚目ゲット。はい、中間。出た。お前もおるんだよな。ニューマリオ Wii にもいたよな、こいつは。お、そして、スター!なんかスターゲットした。けけ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 。あぶねえな、これ。で、こう切って、オッケー、よし、オッケー。ワープゲット。やべえ、やべえ。待って、渡れなくね。あ、渡れる。ヒー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 。これは、こうって。あれ、そういえば3枚目は?あったあったけど、どうやってうまくいけばいいんだ。待て、一旦こいつを封じ込めないと。オッケー。で、こうして、よし、オッケー。こういうことです。まさに。オッケー、行って!え、豆?豆があれば何かできるのか、これは。まあ、それはしょうがないか。今持ってないし、いった。あ、いや。もう、アイスはもう用ないし。けけ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 。こう来て、ゴールということで、今のコースをクリアすることができました。でも、なかなかうまくいけるもんなんだな。意外と。よーし。ということで、これで、ブルデまで繋がりました。さあ、じゃあ次行きましょう。ワールド5の砦。大きなスネークブロックの砦。よし、じゃあ頑張りましょうか。はい、まずここを叩いて、キノコ。オッケー。ここで、スーパーキノコを手に入れて、出ました。こう来て、いいよ。待って。待って、何が来る?溶けてきたとビリキューがおるんやけど。オッケー、ここでまずは1枚目取って。うわぁ、何。急に変な行動してこないでよ。うわ、そういうことが。いてて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 。こうして、オッケー、8枚ゲット。これでスーパードッグリゲットだ。いや、待って、危ねえ。ちっちゃいやつも出てきた。やばい。落ちるって。いや、落ちたくない。あ、これダメだ、これ。くぅ。いや、
動きとか読めんよ、こんなん。じゃあちょっとどうせもうアイテム使っちゃうか、最初から。スーパーどんぐり使っちゃいましょう。まあこういうのはね、積極的に使わないともったいないからね。まあとりあえず1枚目と2枚目の場所は分かってるんで、問題はとりあえず中間の後からかな。3枚目はどこにあるんだろうな。とりあえずもう分かったから、でこう来て、危ねえなこれ。待て、でここで反対側に来るでしょ。待て、とりあえずもう今ムササビだから今は取らないよ。でも思ったより遅いな。待て、よしこう来てすぐ戻る、こういうこと。 OK、 こうすることで、うわーよかった。はい、あーここに中間か。びっくりさせんな。え、なにこれ、土管が2つあるんだけど、どういうこと。あ、待て、ちっちゃいの起きた。待って、このちっちゃいのは何か意味があるんだろうか。 OK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 、 そして3枚目ゲットしていって、やばい、仕掛けがむずすぎるってこれ。はい、ここで OK、 どんぐりゲット。これはちょっとあれだね、あのね、でもこれは大きく動くから、ああそういうこと。うわあ、待って、意地悪すぎるってこういうの。やべえ。オッケー。よし、オッケー。ああ、ダメージ食らってしまったよ。あ、でもキノコか。まあないよりかマシだね。はい、じゃあ頑張りますか。ブンブン戦、今回は何が起きる。はい、もうそろそろ変なことしないでくれ。お、わあ、でっかくなった。分かって、オッケー。はい、こう来て動きを封じ込めてしまえば楽勝よ。オッケー。まあ、これがブンブンのあれなんですよ。まあそうしておかないともう勝てんから。はい、ということで先に進めるようになりました。まあ待って、別次元なのか、ここは。暗闇の森。よし、じゃあこの先進んでいきましょう。はい、ワールド後のお化け屋敷、出口はどこ。いや、暗闇屋敷、出口はどこ。え、迷路ってこと。待って、まずは何か回復とかが欲しいんですが、バイアフラワー、これだけでもいいんですが、じゃあ左から行きましょうか。待って、お化け屋敷ということは、これ、隠しゴールがあるんで、とりあえずね、隠しゴールも見つけつつ、頑張っていきましょうか。あ、これ、乗っている間か、これ。待って、ここは、OK。チビヨッシーだ。行って。はい。これ、テレサも飲み込める？飲み込める。これは強いぞ。待って、あ、なんか怪しいところありそうなのかもしれないけど、待って、これいける。あ、いける。よし、でここに乗って、はい、先に進みます。
うわぁ。オッケーオッケーオッケー。それでお前だけでも乗り込んでいきたい。オッケー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 。で、先に進んだら、あ、もうゴールだ。よし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 。こう来て、ゴール。オッケー。隠しゴールだ。これはでかいぞ。オッケー。あとは通常のゴールと3枚のスターコイン。いきなり隠しゴールが見つけられたのはこれでかいね。はい。これで、おお。あ、これ隠しコースか。じゃあ今度は通常のゴールと、あとは3万円のスターコインですね。どこにあるのかが、まあよくわかっていないんですが、じゃあまずはこっちから行きましょうか。一番右。ここを叩くと、出ました、ジミヨシ。ああ、逃げていく。いって、あぶねえ。えっ、あ、やべ、閉めていっちまった。待て、どこにあるのかが全く分かっていない。はい、逃げても無駄だ。ててはい、チビヨシが自動で飲んでくれるかな。オッケー。で、これで P を入れると、あー、なるほど。オッケー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 。待って、スターコインがどこにありますか。まずはそれを探すところからなんだけど、あ、なんか入れそうなところあったー。絶対こっちでしょ、これは。はい、お、上行った。じゃあ上ここ行って、はこれ、ケレット飲んだ方が絶対楽だろ、これ。待て、でっかいやつ。でっかいやつはさすがに無理なのか？いけ。あー、さすがにでかいやつは無理だね。わー、いって。OK、さあ、ゲット。待て、どこにあるのか教えてください。わあ、もっと下？壁とかになってるところではなさそうだ。あれ？あれ？あれ？スターコインがないぞ、どこにも。とりあえずどこにあるのかがわからねえ、俺は。待て、これはただのコースをクリアしただけのやつになってしまった。はい。待って、じゃあ3枚探しましょうか、ここ。よーし、じゃあまた頑張りましょうか。まず出口と、あとはスターコインがどこにあるのかも、あれなんだけど。待って、意地悪な場所とかにはないよね。とりあえずこっち行きます。こっちに行って、うわー、なんだ、うわー、お前が出てきたー。パンチマシーンこと、なんだったっけ。 OK、 とりあえず1枚目ゲット。はい、とりあえず1枚目ゲットしたのはいいんだけど、とりあえずこっち行きまして、はい、待って、多分ね、
向こうに行ってもこれね、あれだわ。多分下っ端にないだけだわ、これ。やべやべやべ。けけけけけけ、こう来て。いいよ。で、ここを上に登って、はい。先に進みます。あとは、こっちに行くのはいいんだけど、上か？違うか？待って、何かある。ここ？あ、隠しブロックあった。ここで下に降りると。待て。あ、そういうこと？いけ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 。で、こう来て、なるべくコイン集めてから、はい。OK。とりあえず2枚目ゲットしたのはいいけど、問題なのは3枚目だ。もうここしかなくないか？だったら。ん？いや、だとしたら3枚目。あ、わかったかもしんない。多分3枚目は隠しゴールのルートなんじゃないのか？いや、だとしたら、いや、でも違うのか。待って、とりあえず、楽になるようにテレサをパクパクしていきますけれども。わー！待て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 。あぶね、あー、ダメージ食らった。オッケー、わーい。待て、ちょっと待って、どこに。あー、でも3枚目、わからねえ。まあでも探すしかないのか、これは。とりあえずワープできた。光チビヨッシーは連れていけないのね。まあ、たまげたもんだわ、これは。待って、3枚目。3枚目は絶対隠しゴールのルートにあるんじゃないのかなとも思ってるんだけれども。まあ、一応入るけど。とりあえず、こうして。待てよ。こう来て。あ、待って、投げてしまった。待て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 。はい。落ち着け。落ち着いて隠しゴールのルートに入るんだ。はい、オッケー。こう来て、中に連れていくと。本当にあるんだよな、こことか。あー、あったー。なんでそこやってなかったんだ俺は。くそ、これは悔しすぎる。うわー、そんなことしてくるんだ。どっちみち、あの普通のゴールと隠しゴールでこれちゃんとあれだったんだな。うーわ、それは本当に、もう、いやらしかったね。はい。もうお化け屋敷で10分かかったと思いますが。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。よーし、じゃあ次回ですね。じゃあ次回はワールド5の4からやっていきたいと思います。ということでチャンネル登録、高評価、サブチャン、ツイッター、TikTok のフォローもよろしくお願いします。それではさよなら。